どうもヘルマンチャンネルです。今回はね、F31-302D BMW 3シリーズですねの、インテリアのご紹介をしていこうと思います。はい、今ですね、運転席側から撮っておりますが、こんな感じになってますね。で、一応ね、これM スポーツタイプなんですが、普通ね、M スポーツの標準はシートアルカンタラなんですけども、で この車はね、オプションでレザーにしてます。で、ちょっと色もね、なんていうんですかね、これチャコールブラウンっていうのかな、かよくわかんないですけど、こういう色にしてみました。で、あとね、ここのウッドね、ウッドもこれもオプションですね。取っ手のところとかね、こういうところにウッドが入ってます。あとこの操作パネルのところですね、ここがウッドになってます。はい。でね、あとエンジンの始動はね、このハンドル横についてるこれですね、これをブレーキをしながらね、ちょっとかけてみますが、こんな感じ、ワンタッチでね、かけられるような感じになります。はい、これが今エンジンかけたところですね。車内のね、音もこんぐらいですね。これディーゼル車ですけども、車内ではね、そんなにディーゼルカラカラ音は気にならないですね。こんな感じになってますね。で、あとモニターはこんな感じ。で、この車はね、一応、これは純正じゃないですが、こういうドライブレコーダーとかね、あとこういうね、何でしたっけ、オービスとかの、レーダー探知のやつをつけてます。はい。で、この辺が電気周りですね。で、この辺はね、トラクション関係のコントロール、切ったり入れたりとかね、こんな感じになってます。はい。でね、この車は、3シリーズ標準なんですけども、オートクルーズコントロール ACC ついてます。これ非常にね、便利で、高速とかで、ハンドルのね、アシストはないんですけども、ブレーキとアクセルの、自動アシストをしてくれる。例えば高速で100キロで設定すると、前の車がいなくなったらずっと100キロで巡航で、前の車が詰まってきたら自動でブレーキで減速して一定の車間距離を保ってくれる、そういうシステムになりますね。これがあるとね、渋滞とかもね、非常に楽ですね。ブレーキ踏みっぱなしにしたりね、アクセルまたちょっと入れてとか、そういうのがなくなるので、非常に楽ですね。はい。あとね、ちょっと雨で見にくいんですけども、サイドミラーの横にね、三角のついてると思うんですが、これもね、安全装置の一つで、例えばね、車線変更するときに横のね、ちょっと四角のところに車がある場合には、三角のところがオレンジ色に光って警告してくれます。それでもね、曲がろうとするとハンドルがね、ブルブルって震えて、再度ね、警告してくれるというような、四角のところを、レーダーで捉えて表示してくれるっていうような安全装備になりますね。これもオプション、安全なんちゃらパッケージっていうね、オプションだったと思います。はい。あとはね、この車、ここですね、 P って書いてるのがあるんですけども、自動駐車アシストっていうのもついてます。なんか駐車場のね、狭いところ自動で入れてくれるって機能なんですが、ほとんど使わないですね。はい。はっきり言って、そこそこ運転ができる人はもういらないと思います。無駄ですね。はい。で、入れ物はですね、ここちょっと汚いんですけども、ここにね、1個電源取れるところがあります。で、これはね、一応蓋がついてて、ドリンクホルダーですね、なってます。ここにから電源が取れる。で、ここのね、奥はね、なんかちょっとした、開かないんですけども、ちょっとした小物入れになってます。小物置きになってますね。はい。で、もう一個ね、肘掛けのとこですけど、ここは開けると、こんな
ちょっと入れ物があって、USB の端子1個と、あと AUX ですね、がついてます。まあね、そういう意味では、USB1 個しかないんですよね。だから、まあ、こちら側のね、電源のところに USB 取れるような、あのアダプターというかね、あれをつけて、やる必要がありますね。あと、まあ、小物入れとしては、このぐらいの大きさなので、まあ、あんまり大きくはないですね。はい。で、まあ、閉めるとこんな感じと。はい。あとはね、ちょっとね、今日雨なんで、あれなんですけども、奥の方にね、ゼロっていう表示が見えますかね。あ、間違えた。ゼロって書いてると思うんですが、あれがですね、ヘッドアップディスプレイで、あそこにね、あのスピードとかね、ナビの簡単な表示とか、あとはオートクルーズコントロールしてる時の表示とかね、そういうのが出ます。なんでね、非常にあの便利で、あの運転中にね、スピードメーターとかに目を落とさなくていいと。まあ、ヘッドアップついてるんで、ほぼね、運転中下を見るってことはないですね、今。まあ、ほぼヘッドアップディスプレイを見る。まあ、ナビはね、ちょっと分かりにくいのでナビ画面を見てしまいますが、まあ、スピード今何キロかなとかね、そういうのはほぼヘッドアップスピード、ヘッドアップディスプレイで見るというような感じになります。はい、はい。後部座席からね、見た感じはこんな感じでね、全体、運転席側見えますね。はい。で、後部座席なんですが、まあ、こんな感じですね。今ちょっとね、うち犬をね、乗せるんで、ちょっと変なこういうシートみたいなのつけてますが、まあ、あの後部座席はこんな感じですね。はい。でね、今座ってるんですが、足ね、まあ、普通に余裕持って座ってもね、拳1個とか縦にね、拳1個以上スペース余裕あるんで、結構ね、広いと思いますよ。頭もね、当然つかないですし、スペース的には結構4人で乗るには十分な広さがある。窮屈に乗るってことはないですね。で、あとね、あの後ろのセンターのところですが、まあ、こういう形で、クーラーのね、あのエアコンの吹き出し口があるのと、あとね、ここに1個、これ便利ですよね。ちょっと暗いか。うん、電源が取れるようになってます。はい。で、ここにはね、こういうあのライトがね、つくのがセンターについてて、これが中央ライトで、さらに左右だけつけれるライトっていうのもついてますね。はい。で、後部座席はね、さらにね、これあのちょっとね、これも汚くて恥ずかしいんですが、こういう風にあの全部ね、倒せるんですよ。こっち側もね、よいしょ、こういう風な形で、まあ、フラットまでにはいかないんですが、かなり倒せる。で、さらにね、これ倒し方も、3つかな、ここのね、真ん中も確か分離できるはずなので、3つね、別々に座席倒すことができるんですよ。なんで、まあ、ここのね、1箇所だけ倒すパターンと、2箇所まとめて倒して、まあ、1人だけ座るパターンとかね、まあ、いろんなパターンで倒せるので、これね、かなり便利ですね。でね、後ろのスペースなんですが、まあ、かなりちょっとね、汚くて申し訳ないですが、こんぐらいの大きさですね。横向きに、ゴルフバッグは乗ります。横向きにね、2個ぐらいは置けるかな。一番奥のところのね、ちょっとくぼんでるところに2個ぐらいは置けます。で、まあ3個以上とかね、置きたい場合には、例えば、まあ、座席をね、1箇所こういう風に倒して、まあ、ここにね、後ろから3個積むみたいなね、
感じですね。まあ、ちょっとね、わからない、ちょっとね、あの表現が難しいんですが、まあ、あのほぼね、車内の広さ的にはあのプリウス、国産でいうとね、あのプリウスと同じぐらいのイメージを持ってもらうといいと思います。うん、こんな感じね、ちょっと見にくいんですが、こんな感じですね。で、なんですかね、まあ車体自体はね、はっきり言ってプリウスより全然大きいです。車体の外のね、長さっていう意味では、まあ、幅もね、長さもプリウスより全然大きいんですけど、中のスペースとしてはプリウスと多分同じぐらい。まあ、やっぱりね、何ですかね、ドイツ車なんで、まあ、周り、まあ、ドアとかもね、厚いっていうのもあるし、まあ、シートもかなりがっちりしてるっていうのもあって、あの中はね、まあ、あの車体の割には小さいかなっていうイメージはありますね。うん、まあ、特にねシートもね、前のねシートとかはこういうサイドもしっかりついてて、まあ、これも自動でね動くんですけども、狭めたり広げたりとかね調整できるんですけども、まあそういう意味でね、ちょっと窮屈に感じるかもしれないですね、プリウスと。まあ、その分ね、あの運転した時のホールド感とかそういうのはしっかりしてるんでいいと思うんですけども、ちょっとねその辺に買い物行ったりする時に乗るっていう意味では、ちょっと乗り込みがねめんどくさいとか窮屈感があるとかね、そういうのはあるかもしれないです。あとね、M スポーツタイプは通常のものよりも車高が低いんですよ。なので乗り込みが結構めんどくさい。運転席のドア開けてから乗るのに、まあシート自体がねサイドがついてるっていうのもあるんですけども、乗り込み乗り降り、まあ、かなり窮屈です。ちょっとめんどくさいです。結構ねサイド毎回ね体擦りますね。シートのサイドにね体を擦ってしまうような形になります。はい、ということでね、今回は、BMW F31320D のねインテリア内装編ということでご紹介をさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。